はい、というわけで、こんばんは。映って大丈夫かな？画面大丈夫？はい、じゃあ今日からですね、ホラ疑惑、初夏のホラ疑惑やっていきます。これはヒューマンの、はい。あ、OK。名作、アドベンチャー。トワイライトシンドロームですね。はい。そうですね。一応ね、これ 3D の、サウンドで収録されてるので、まあ、ヘッドホンしてもらえれば、かなり、そうですね、音楽立体的に聞こえるはずです。はい。ちなみに、これ、ソフトは、まあ、プレイ済みですね。ですけど、かなりもう多分忘れてるので まあ、初回はですね、まあ、思うがままにやっていきます。で、ですね、分岐があって、まあ、大吉、それから中吉、凶の、まあ、エンドに行くんですけど、まあ、大吉行かなければ、攻略ウィキ見て、大吉、行きたいと思います。はい、でまあオムニバス的な感じかな、何編か短編みたいな感じで収録されてます。でオープニングはね 3D ですけど、実際に操作する時は 2D になります。音どうかな、もうちょっと上げてもいいのかな、ゲーム音。あ、で一応ホラ疑惑なので棒読みの方はちょっと切ってますね。はい、ちなみに、今日もビール飲みながら配信してます。つまみはキムチです。時代だね、3の9だもんね。そう、飲んだくれ配信だから、これ。今日は大丈夫、スパ4じゃないから。夕方6時過ぎにこの教室の前を通ると女生徒の笑い声が聞こえる。昼間は12段しかないけれど、日が落ちてからこの階段を登ると1段多い。本当に？これいわゆるすだげって言われるやつ。3DS でね、続編が出てる。あと、外伝的なやつが、夕闇通り。キムチシャクシャク食べてる音聞こえた。めんごめんご。立体的に聞こえた。女子トイレには花子さん。4番目の扉の前で3回回って花子さんと呼ぶと、はいという声が後ろから聞こえてくる。いじめでトイレに、閉じ込められて忘れられた女の子の霊だそうです。こういうね、噂がいくつかあるので、これを解明していくと、アラフォーが解明していきます、これ。あ、予約延長。ちょっと待って、これ。開いた。こんな感じですね。
うわ、真っ暗。一応メインの3人。夜の教室。入ったことないな。出てすぐの階段。行き先は3階のトイレ。OK。で、上がね、心拍メーターですね。これが赤になると、やばい。そんな感じ。よし、操作できるかな？わ、これ十字キーか。3階のトイレって言ってたね。遠回り。この廊下の奥にもう一つ階段。じゃあそっちを行こう。どれ？これ？いや、懐かしいな。何？ 真夜中のトイレに現れるおかっぱの女の子、花子さんだね、これ。5年前の夏休みの後、トイレで流しちゃった子がいて。その子供の霊。ミカの情報源は若干当てにならないのでね。ミカっていうのはリュック担いでる子。ゆかりが今腰に手を当ててる子ですね。で、真ん中の子は千里さん。いつしも先輩呼んでませんけど。よし。まあ、ヘッドホン推奨なのと、みんな電気をちゃんとね、消してくださいね。3階トイレどこだろうな。なんか聞こえた。何？窓の外。プリティリトルハニー。そう、この千里さんは霊感あります。この校舎誰かいる。くるくる回る。OK、3回。ここから左。了解。気のせい？マップとかなかったんだっけ？ここどこだろうな。ここじゃない？ビンゴ。噂の女子トイレ。千里さん回りすぎ。どれ？一番これか。本当に封鎖されてるよ。
召喚方法は扉の前で3回回って、これ多分ね、メモんないといけない。多分。ちょっと待って。玉次郎さんメモ。玉次郎さんメモ。できた？返事がない。扉の前で3回回る？回ってノック？3回回って3回回って。ノックかな。あ、もうちょっと詳しく、もう一回じゃあ。まあ、やってみますかね。電気。ああ、どっちだろうな、これ。別にいいか。3回回る。その後3回ノック。1、2、3。で、ノック。まあ返事はない。気が済んだ。もう一つ噂を聞いてる。願い事が叶う。さあ帰ろう。はい、コバちゃんはこっち。今日からホラー疑惑やるよ。千里さんも知ってるのか。ずっと誰かを待ってる女の子の話。その女の子の呼び出し方。3回回るところまでは一緒。キックキックトントンキックトントン。肝心のお願い事。まあ、一緒に遊びたい時に呼ぶからそれがお願い事。まあ、ミカはね、今時の子なんでね。よし、じゃあやってみよう。そう、最初は3回回る。じゃあ始めよう。OK。1、2、3。次は、キックキックトントン。OK。みんなで言う。せーの。
だーって言ってる 今日ね、ホラー疑惑なんでね、棒読みちゃんはちょっとオフにしてるね。まあ、でも、よし、じゃあ何も起こんないし帰ろう。よし、帰ろう。はい、千里さん、ミカ帰るよ。帰る前にちょっとトイレ。一人になるの嫌なんだけど、これ。忘れ物 ぼっち言わないであげて。花子さん出たからほら。とにかく学校から出よう。OK。よし。操作。わあ、どっちだ？逃げ出す。まあ、逃げよう。階段降りる。これね、分岐あるんでね。まあ、中吉が通常エンド。大吉が、まあ、グッドエンド。で、今日がバッドエンドかな。連れてってあげて、かわいそうだから。見て、何？そう、これね、ループしてるんだよね。千里に尋ねるべきだね。連れてってあげて。今何階にいる？同じところ多分。わあ、これどれだろうな。教室に入るか。この校舎、全然違う場所になっちゃった。たくさんの人が思う。来てる。
上、そうだね、降りてもダメなんだから上、上がるしかない。 OK、 よし、上がろう。もう千里の言うことは絶対だから。うん、あー、こんばんは。はーい、ユーストの、はい、リスナーさん、こんばんは。見えてますよ。ビビって飯吹いて、マジで。はい、一応ですね、これ立体サウンドなので、ヘッドホンで聞くとですね、より一層、はい、恐怖感増します。自分のキムチを食べてる音も立体的に聞こえます。もう逃げ場ない。これ下行ったら確実に確実にバットだから。そうですね、このディスクは一応探索編でもう一枚あって、これがですね、かわいかった、救命編、一応2本ですね。だいたい1話にね、5話分ぐらい入ってるのかな、ストーリーが 1,2,3,4,5 話から6話ぐらい入ってます。で、セーブがね、これストーリーが終わらないとセーブできないんで、やり直しは最初からなんだよね。はい、じゃあ第1の噂、心霊写真量産公演いきます。大丈夫これ。うんともすんとも言ってないんだけど、あ、来た来た。はい、おはよう。この写真。ここんとこ。友達のいとこの先輩が希望愛子先生、懐かしい、みんな知ってる希望愛子。希望先生を疑うわけ。オッケー。マジで。マジで。まあ、本当は義母愛子だけどね。もう亡くなってるんだよね、確か。確か、義母愛子さん。でもなんかこう、イボイボでしょ。義母、イボイボだっけ。それ、タカさんのやつ。ああ、ちょっと時系列が巻き戻ってるのかな。
ねえ。なんか君慣れ慣れしいな。超深刻な用事。もったいつけないで。見せてって言って。間違いない。見せたがりだ、これ。見せろ。首が。あんたもよくこんなのに一喜一憂できるね。こんなのただの失敗写真じゃん。れっきとした心霊写真。まあ、現像中に観光したとか、露出がどうとか、ピントがどうとか。霊媒体質。嘘ついてる、これ。あ、ダメ。仕方がない。専門家に聞いてみるか。こいつ千里のところ行くのかな。もう千里は絶対だから、トワイライトシンドロームでは。よいしょ。やっぱり。これどう思う？本物の霊媒体質。愛公園。心霊写真だって言い張ってるのが一名いる。これだけじゃ分かんない。はい、デニさん、まこつ。はい、部屋の電気を消してヘッドホン推奨です。立体音響だからね。ね、セリフがいちいちいやらしい。はい、千里さんも、はい、付き合わせて悪いね。はい、本日のロケ地は池のそばの丘にある大鳥居前。はい、張り切っていきましょう。神戸橋っていう橋があって、そこを越えたらすぐ。オッケー。よし、じゃあ地図見に行こう。これかな。よいしょ。まるっきり反対方向。どれだ？池沿いにまっすぐ。全然聞きたくない今。はい、こんばんは。立体機能ついてんの？マジか。ちょっと待って、本当に。イエーガーとか、おい大丈夫このタグ。本当だ。大丈夫なのかこれ。はい、こんばんは。
今日からホラゲ枠やってます。で、ホラゲ枠なので、ちょっとね、棒読みオフにしてます。で、このゲーム 3D の、3D サウンドなので、あ、音量の問題だった。なんというオチ。 立体音響なのでね、ヘッドホンとかしてもらえると、そうですね、いいですよ。ゲーム音どうなのかな？大丈夫かな？これぐらいで。よし、右に出てまっすぐ。池沿いまっすぐ。あ、これ電話。電話あるよ。ミカ。電話しなくていい。あらまたに。チントスとかいらないから、これ。池沿いにまっすぐ。オッケーオッケー。はい、これはね、ヒューマンの名作アドベンチャー、トワイライトシンドロームですね。やってます。らまた、知ってる？池沿いにまっすぐ。何これ？ちょっと待って、これ。これどういうこと？これなんかイチャついてない？これ。ラバーズ、ラバーズって言うか？ そういえば先輩、彼氏。ああ、これね、まあ後の話出てきます。彼氏。余裕の表情。よし、先に進もう。右に行けば橋はすぐそこ。オッケー。また電話あるよ、ミカ。ほら、やっぱり。あら、また。ほら。このあらまたね、重要人物だからみんなちゃんと覚えておいて。よし、かけていいよ。あらまた。 確かオカルト雑誌かなんかのライターかなんかじゃなかったかな。 ああ、本当に？あらまたいます、あらまた。あらまた言い過ぎだろ、これ。しかも呼び捨てだし。もしもし、あらまたって。あ、まあ、なるべく注意した方がいい。どんな心霊写真を見たことある？エクトプラムツム。影のないスキーヤー。顔が写ってるやつ。まあ、こんな感じかな。木の影に人の顔が、とかいうやつ。人間的な意志の存在によるもの。まあそうだね、インパクト強いからね。もうちょっと聞いてみようか。本物と偽物の見分けがつきにくい。霊という存在は物理的現象ということになる。なるほどね。心理学研究にとって霊体が撮影可能かどうかというのが、まあ、論議の的になる。非常に重要なポイントだから。なるほど。大槻教授。 大
大槻教授、これ大丈夫か？すべてが合理的で割り切れるほど、世界はシンプルにできていない。カトラスさんがぼっちなのも合理性で割り切れないのかもしれない。なるほどね。サンキュー。よくわかったよ。オッケー。はい、オッケー。じゃあね。だってなんだって、すごいの撮れたら見せてって。 OK、 よし、目的地に行こう。神戸橋。すごく良くない感じがする。もう千里様が言ってるから間違いな。急に思いついた。1枚。ああ、いいね。よし。撮ってみよう。ああ、これ千里に聞いた方が良かったかな。千里さん、明らかに嫌がってる。はい、おつおつ。ちなみにこの時代だからデジカメとかないから、ミカが持ってるのは映るんです。暗いな、ここ。ね、時代を感じるよね。この音何？そうそう、カリカリって言ってたよね。排水溝の音。階段通り過ぎていいのかな。そうだよね。ごめんごめん、鳥居だよね。 行き過ぎた。あ、ちょ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 、ここだ。誰狩りとか言ってんの？駐車場。 こんな中まで車が入ってる。はい、行くよ。何か嫌な感じ。早く帰ろう。 なんか感じる。少し調べてみよう。OK。千里さんの様子が
とにかく早く氷を。オッケーオッケー。よし、帰ろ帰ろ。噂の真相。タクシー使って帰る。トイレ。ミカ一人で行ってきないの。この仕草が ちょっとおっかな。まあしょうがない、付き合ってやるか。ツレションだ、ツレション。よし、早く帰ろう。何が？撮影を敢行。オッケー。ミカ出番だ。誰だ？まあどっちだろうな。わんこ。大声を出す。何をしとるんだ？ そっちこそじじいって失礼な話だこれ。ピラスト。ラスト。酒井さん、お詳しいですか？ お聞きしたいんですが、鳥についてかな。めっちゃびっくりしてる。不謹慎。
フィラスト。言う通りにした方がいい。嫌な予感がする。このドットのね、くねくねしてる、くねくね。ミカくねくねしすぎだから、これ。ちょっと待って、これ。くねくねしすぎだろ、これ。 くねくねしすぎだろ、これ。 ああ、首が。すごいとかそういう問題じゃない。ずれてるから、これ。島先輩が最初。これはやばい。もう一度よく見せて。多分ね、これね、捨てた。 ミカ逃げた。 まあでもね、あの写真はやばい。ゆかりちゃんは見ない方が良かった。急性心不全もの。くねくねしてる、また。 お願いがある。気持ちの問題。仕方ない？もう一回行くのか。メルシー。メルシー僕。千里さん、しょんぼりだよ、これ。あ、57分。よし。じゃあ、この探索パートは、次枠取りますからね。次枠からいきまーす。ちょっと待って。
よし。じゃあ次枠までちょっとこのまま待機しますね。はい、ユースト見ていただいている方はそのままもう少しだけ待ってくださいね。はい、この間にキムチ食べます。はいはい、おつおつ。はい、おつおつ。はい、おつおつ。はい、おつですの。あ、間に合うかな。大丈夫かな、映ってるかな。オッケー、よーし、じゃあ行きましょう。よし、行こう。じゃあ探索パートスタート。もうあらまたに電話かけないでいいのかな。これはポケベル。はい、マコツですよ。ポケベル。今の子わかんないだろう。下北のクラブ。持ってた、自分も持ってた。またこれ見て、みんなこれラブラブ、こんな夜にハレンチなカトラスさんには見せちゃダメだから、これ。また、あら、また？ また？
はい、和光。はい、和光、和光。カタラスさんとデニスさん、和光。また荒俣に電話してるよ、今。はい、小町さんはこっち。そう、ポケベルの方に連絡が入ったので、クラブに遊びに行ってる友達に電話してますね。こっちもカラオケで。これリア充なんだよね、ミカは。結構友達がいっぱいいるタイプ。なんか様子が変。鳥の鳴き声がしない。なんか音は聞こえたね。これは多分帰ったらダメだな、行かないと。なんか聞こえてるんだよね。絶対に水面は見ちゃダメ。オッケー。写真撮りたい。これはね、撮りたいけど、ちなみにこれ写真、後で、あ、びっくりした。写真撮ったやつはね、後で見れます。またこれエンドレス。無限ループって怖いよね。声が聞こえなくなった。前進む。さっきの声、なんか言ってるみたいに聞こえた。根が後で焼く。そんなの絶対やそうだね、かな。わあ、ちょっと待って。ここ戻ったらまずいような気がするな。B だったような気がするな、これ。これ、ダメだ。これバッドエンドだ。うわあ、失敗したな。
まあでも中吉か。一応ね、これエンドが分岐で、まあ、大吉はな噂の解明ができた、まあ、中吉はまあノーマルで、凶がバッドエンド、まあ、3パターンあります。で、一応ね、多分これがね、6、1234、4つ噂があるので、一応それを全部大吉エンドにして、救命編に行けば、シナリオが、隠しシナリオみたいなのが見れるようになってます。はい。じゃあまあ、第一の噂は、まあ、後回し。はい。じゃあ第二の噂。今日はこの2つ、もうこの第2の噂までにしようかな。さっきの自殺のせい。MF が付き合ってた相手、龍一。誰それ？奥野先生。はい、ですね、多分この話でわかるのかな。このゆかりちゃんがですね、先生と付き合ってますね。はい。まだ先生の卵かな。わざと自転車のチェーンを外して待ってた。
俺が戻し忘れた鍵を君が発見して悪用する。で、いつものメンバー。MF と龍一が付き合ってた。そうらしいよね。まあでもゆかりも人のこと言えないよね、これ。仮のせ、えー、ゆかりさんの正義感がそれを許さない。第一音楽室3階、左の階段上がって右、 OK、 左の階段上がって右、ミカくるくる回りすぎ、一番奥のドア、天井がどうかした？うわあ。え、ちょっと、準備室？どこ準備室って？ちょっと調べてみます。怪しいところ？ミカが弾ける曲といえば？なんかある？調べてみる。まさかのピッキング。
辛っ。めぼしいものはなさそう。まあ、特に何もなし。何もないじゃん。何もないよ。カレンダー。怪しい千里さん。なんか怪しいね。あ、そもそもあの二人本当に付き合ってた。確かに。本人に直接聞ければ早い。もう一人の当事者。最新バージョン。何それ。藤田真由美。音楽教師奥野と恋に落ちた。校内放送を使って秘密裏に出会いの場所を伝えました。独自のルートで手に入れた情報によると、今でもずっと奥の待ってる。ゆすればいい。怖い。放送室は2階、奥の階段1つ降りて、すぐ左側、OK。了解。これを降りて、左。なんかクルクルしすぎ。左。あれ？どこだ？これか？なんということだ、ハレンチな。藤田真由美の最後の放送。妙な噂。どんな？
土曜の4時。音楽室に行ってみると、藤田の死体死後5時間。公平にじゃんけん。いや、無理。カラオケ。いいね。で、音楽室戻るのかな？そうだよね。音が聞こえる。嫌な感じがする。オッケー、よし、確かめよう。こう広いんだよね、結構。放送室に戻った方がいい？どういうこと？一回戻った方がいいのかな？これね、自分動かしてないよ。オート。ちょっとストップ。まあ、とりあえず様子伺うか。しょうがない、確かめよう。これ先生いそうだな。テープ。
レイニー。プロセルピナのレイニー。じゃあ、とりあえず音楽室戻ろう。もう1分、早いな。いるかな。はい、おつおつ。よし、じゃあちょっとね、次枠いきます。一応この噂終わるまでね、この噂までやっていきますね。あれ、ビールがない。はい、おつおつ。はい、おつですよ。わ、wow。